こんにちは。小児科でアレルギーの診療を担当している中川翔平と言います。よろしくお願いします。今日はアレルギーの血液検査について解説していきたいと思います。よく外来でアレルギー検査が陽性だったのですが、これって食物アレルギーですか？除去した方がいいですか？ということを聞かれるので、この点について解説していきたいと思います。結論から言うと、アレルギー検査が陽性だからといって、すぐに食物アレルギーと診断されるわけではありません。アレルギー検査が陽性であっても、すぐにその食べ物を除去する必要は全くありません。ここで、小児アレルギー学会の食物アレルギーの定義を見てみましょう。食物アレルギーとは、食物によって引き起こされる抗原特異的な免疫学的機序を介して生体にとって不利益な症状が弱気される現象と定義されています。少し難しいので簡単にご説明します。食物アレルギーと診断するためには、以下の3つの条件が必要です。1、食べ物によって起こっていること。2、免疫反応が関与していること。3、アレルギー症状が出現していることです。アレルギーの血液検査は、このうち2番の免疫反応が関与しているかどうかを確認するだけの検査です。そのため、アレルギー検査が陽性であっても、症状の出現がなければ、3番のアレルギー症状が出現するという条件を満たさず、食物アレルギーと診断することはできません。アレルギーの症状が出るかどうかは、実際にその食物を食べてみるまでわかりません。確かにアレルギー検査の値が高いほど、症状が出現する可能性は高くなります。しかし、値が高くても全く症状なく食べられる子もいれば、値が低くても重い症状が出現する子もいます。スライドの左にプロバビリティカーブを示しています。このグラフでは、アレルギーの血液検査の値から、実際にその食物を摂取したときにアレルギーの症状が出現する可能性を知ることができます。これは牛乳のプロバビリティカーブですが、例えば1歳の子で牛乳のアレルギー検査の数字が3であった場合に、実際に牛乳を摂取した場合に症状が出現する可能性は50%ということがわかります。例えば、牛乳の特異的 IgE 抗体価が30と非常に高い値をとっていた場合でも、約5%ぐらいのお子さんでは全く症状が出ないということになります。逆に1と低い値をとっていても、20%程度のお子さんではアレルギーの症状が出てくるということがわかります。このことから、アレルギーの検査だけでは症状が出るかどうかということは予測ができないということがわかります。アレルギー検査が陽性であった場合に、どのようにすればいいかまとめました。まず、これまでに該当食品を摂取したことがあって症状が出現したことがない場合、たとえアレルギー検査が陽性であったとしても、食物アレルギーの可能性は低いと考えられます。基本的にはこれまで通りの摂取を継続してください。次に、これまでに該当食品を摂取したことがない場合、アレルギー検査の結果だけで食物アレルギーかどうかの判断はできません。医師にご相談ください。必要に応じて実際にその食物を食べてみる経口負荷試験が必要になる可能性があります。最後に、これまでに該当食品を摂取したことがあってアレルギーの症状が出現したことがある場合、アレルギー検査が陽性であれば、食物アレルギーの可能性が非常に高いです。今後の方針については医師にご相談ください。以上です。この度はご視聴いただきありがとうございました。お子さんのアレルギーのことでご心配なことがありましたら、関西医科大学小児科までお問い合わせください。